坂本龍馬と並び称された知られざる英雄河合継之助。彼は戊辰戦争の時代、新しい日本を作ろうとしていた。日本国中協力し和平のもと、これに過ぎません。武士の世の中は滅びる。勝ってなかった新しい世の中がやってくる。河合、帰って戦の用意をしろ。戦をすればどうなるのでしょう。侍の道を忘れ、行うべきことを行わなかったら、後の世はどうなる。長岡藩正義を曲げる必要はない。あなたの真心は私の誇りです。命なんざ使う時に使わねば意味がない。武士はもう、俺が死ぬは最後よ。峠、最後の侍。